皆さん、おはこんばんちは、エンターテイナーなべです。さあ、本日も始まりましたダンデライオンスタジオ。今回ものんびり気ままにまったりとゲーム攻略していきます。この動画のパート1をご覧になられていない方、この動画の趣旨や注意事項などを説明させていただいてますので、パート1の動画もぜひぜひご覧ください。それではゲーム攻略に入らせていただきます。どうぞ。はい、ファイナルファンタジー7実況プレイのパート30やっていきます。前回ですね、ユフィにマテリアがね、盗まれてしまいました。で、このね、ユフィの故郷であるウータイにやってきたわけなんですけども、ただユフィからね、マテリアを取り返さないといけないので、やっていきましょう。回復アイテムはまあいっぱいハイポーションあるから大丈夫でしょう。宝箱、これが強い。ドラグンランス、マテリアーナ8つ、攻撃力も高いし命中率も高い。まあ連結されてないんでね、使い方ちょっと気をつけなきゃいけないですけどね。まあつまり属性使ったりはできないということになります。さて、あの小娘どこ行った？違う、こっちじゃない。まだこっちじゃない、間違えた。生きてるしね。強い。こっちはまだ。金だよ金っていうキーワードを書かなきゃ。金ね、あえてカタカナ表示の金。ボーンと、話せよ話せてば。ちょっと、いたいたたたたた、こら、私を誰だと。なあ、何すんだよ知らねえよってな。お前は、現れた。コルネオ。やっと新しいお猫が手に入ったぞ。一度に二人も。二人？こら、話しなさい。後で後悔するわよ。いやー。お前後で絶対痛み見んぞ。雷神に、エリクサいたぞ。やつだ。コルネオだ。絶対に逃がすな。突撃なんでや。なんか入ってますか。さっき拾ったやつ。どうしよう。
けどのあのアダマンバングルがアダマンバンバちょっと待って、アダマンバングルが強いのさ。よっしゃ、休んでいこう。よし、コールネオのやつ、相変わらず逃げ足だけは大したものだと。イリーナ、行こうぜルード、タークスの仕事やつにじっくり見せてやろうと言いたいところだが、イリーナが向こうの手に渡ったとなるとちょっと厄介だぞと。そこでと、いいだろう、こちらもユフィをコルネオにさらわれた。ユフィがいないとマテリアも取り戻せない。勘違いするなよと。お前らと手を組む気などない。ただ互いの邪魔はしない。それだけのことだぞと。結構だ。俺たちもタークスと協力するつもりはさらさらない。ところでコロネは一体どこへ逃げたんだ。ふん。あの性格だ。大体想像つくぞ。ここらで一番目立つのはと。そうね。で、そこに行くんですよ。テーブルしてねえけど、まあ、いいか。やっと来たな。俺たちは二人に分かれるぞと。お前たちは勝手に行動しろ。ただしイリーナに危害を加えるなよと。心配するな。俺たちもイフィーとかいう小娘には何もしやしないと。今のところはな、と。いいよ。話せよ。いいのいいの、新たな守備になりそうじゃの。どっちの女子にしようかな、この子にしようかな。あんた、私はタークスよ。こんなことをして済むと思ってるの、それともこの子かな。ああ、こんなことならナナメット主導に真面目にマジにやっとくんだったよ。決めた、決めた。今夜の相手はこの元気そうな男だ。ゲゲ、ざけんなジジイ、マティレも持てないくせによ。その拒む仕草がういのうぶいの。そこまでだ。なんだなんだ、何者だ。いや、絶対このフォレネオネックペルにやらせて。クラウド、久しぶりだな。忘れたとは寄せないぞ。懲りない人ね、こんな真似して。てめえみたいなゲス野郎、神さんが許してもこの俺様が許さねえ。黙らっしゃい。あれから俺がどんなに苦労したかお前らには分かるまい。知るかよ。そう、話せば長くなるけれど。なことはどうでもいいんだよ。姉ちゃんたちを返してもらうぜ。腕ずくでもな。お前ら本気だな。偉い偉い。俺もふざけてる場合じゃねえな。あの時は俺の可愛いアプスをよくもやってくれたな。これ以上俺の羽嫁探しの邪魔をさせんためにも、俺の新しいペットと遊んでもらうぜ。ラプス、come here! というわけで、ラプス。結構手強い。痛いだな、これが。まあ、これを。はい。いってー。なんかアイテムまだ入ったかな。あ、いい感じに入ったんじゃない。重力に弱いんだよ。もうちょい。よし。
オッケーオッケー。ちょっと待った、黙れ。すぐ終わるから聞いてくれ。俺たちみたいな悪党がこうやってプライドを捨ててまで命乞いするのはどんな時だと思う？超力確信している時、おひやったりー。あー、頭に血が昇る。このスイッチを押すと、このまま下にさ、真っ逆さま、潰れたトマトの出来上がり。くっ、この腐れけどが。わかった、ではそっちのナゴも渡してもらおうか。最後に笑うのは俺だったな。いや、俺たちだと。なんだなんだ、何者だ。タークス、お前が秘密を漏らした時から決まっていたのだ。俺たちの手で葬り去られるとな。えい、こうなれば道連れだ。ぐわっ、いいタイムだぜルード。仕事だ。さーて、コルネオさんよ、すぐ終わるから聞いてくれ。俺たちが奴らと組んでまで貴様を追い詰めるのはなぜだと思う？死を確保したとき、勝利が確認したときいるとき、何が何だかわからないとき。2番ですか？どれも不正解と。いや、やめ！死んだな、あれは。正解はと。仕事だからだ。 ありがとうございます先輩、まさか助けに来てくれるなんて。イリーナ、甘えるなよと。お前もタークスの一員なんだぜ。はい。ありがとう、助かっちゃった。はい、エノです。はいはい、直ちにかかりますと。会社からですか先輩？そう、クラウドたちを探せとな。仕事か？いや、今日は非番だと。どうでもいいけど、下ろして。そうだね。ふう、これでバッチリ。マテリア元通り。おい、マテリアの付け方がめちゃくちゃだ。ん？ああ、いいのいいの。細かいこといちいち気にしない。いやー、それにしても危ないところだったよね。いつもの私ならあんな奴らバシバシバシッと片付けちゃうんだけどさ。ほんと、あのコルネオってのはとんでもねえやつだね。あれなら私の親父の方がずっとマシだよ。そうそう、そういえばあのパークスの連中、結構いいとこあるよね。ま、何やともにマテリア無事に戻ってきたし、張り切っ旅を、みんなで旅を続け。ちょっと、待ってよ。分かってよ、ほら、これもあんたたちにあげちゃう。ほら、見て見て。じゃーん、 MP 吸収のマテリアを手に入れた。ああ、もう待ってよ。誰が何度言うと私はあんたたちについてくからね。そんでもって次こそ必ず。まだ狙ってやがる。はい。ね、めっちゃくちゃにつけられたマテリアは直さないと。あとは、この猫ちゃんどいてくれてるから、ここから隠し通路に行って、HP 吸収と。
これも一緒につけておく。で、セーブして。宿屋行くのめんどくさいんで。よし、行くぞ。ユフィを鍛えてきたわけなんですけども、まあ、多少ね、いけるかな、どうかな、結構難関だからな。おう、ユフィ様、この五強の塔を登られる気になられたのですな。まあ、そんなとこかなと。では、この一回の相手は、この力の強制、ゴーリキンが潰させていただきます。よ、オイラシェイクってんだ。ゴーリキとあんたの手合わせはオイラが見届けさせてもらうよ。では参る。リキ、変化将来。倍速でやります。入らない。危ねえ、これやばい、これダメだ。きついな、想像以上に。あ、暗殺された。そうか、やり方が良くないな。もう一回挑戦。リフレック使えると厄介だからな。よし、次ちょっと会話飛ばしますね。一気にやりたいんで。あ、回復しなかった。速の補正。さて、こいつはマイティーガード貼っといて、レジの目やっとこう。よし、さっさと殴ると。着衣楽。OK。いささか MP に不安が。
よし。次。なんとシェイクまで敗れたか、チホフ、そなたの出番も久しぶりだなと。まあ、3人目。魔の強制。チホフ。あんま効かねえな。よしよし、睨みしかねえ。あ、殴ってもいいか、これ。よっしゃ。わらわの術を破るとは。当然。よっしゃ、オッケー。この行こう。で、ここでは、ちょっと装備をね、変えたいな。待って。しまった。シドに戻したままだった。はいか。よし。変化将来。本当はこのイベントね、今後手に入る敵の技のマテリア全部集めてから来た方がいいんですけど、今回ちょっとめんどくさいんで、このままやっちゃいます。マイティーガード。いいじゃね。マテリアもったいないから、これね、リミットね。もったいないから取っときたい。たまにその気持ちいいけどね。しょうがない、使うか。無理だ。タクエラなんて無理だ。よし。次。なんだと。当然。お見事、覚悟の腕を上げられたとは。思ってるだけじゃないみたいじゃん。当然であろう、わらわが敗れたものなれば。最初から私は我ら4人、あの方と相まみえていただきましょうぞ。問題こっからだ。エリクサ使っちゃおうかな。さあ、気をつけていかないと。こっから強いぞ。親父？よくぞ来た、ユフィ。なんであんたが？聞きたいことはわしの体に己の技で聞くがいい。手を抜くなよ。わしを殺すつもりで来い。出なければ、私がお前を殺す。ちょっと。何をしている？そう、変化、将来だそうです。はいよ。とりあえず、
マイティーガード。レーザー、なんだ、あ、来てなった。マムかー、アイテムのボルボルの触手、ああ毒なかった、残念。回復した、え、トリプル、スリプルだ。やべ、対処処理だったな。負けたー、これは効かないと。あ、来たかった、もし違う間違いつけたらもしかして、回復しやがる。重力入るボスが面白いね。そう、倒しきれない。やったれ、よし、これ強い。 OK、 神羅万象、ユフィの最後のビット技。親父、やるじゃねえか。お前も腕を上げたな。笑ってますね。やるようになったな、ユフィ。この水神様のマテリアを持っていくがいい。イバイエさん。しかし、ゴドウ様。
水神様のマテリアは五教の塔を制覇し、新たに五教制を治める者が持つのが習わし。習わし習わしってもう聞き飽きたよ。ばっかじゃない？口が過ぎますぞ、ユフィ様。じゃああんたらはいいの？それだけの力があって、こんな塔にこもってるだけで満足なのかよ。ユフィ。親父もそうさ、前に草に負けたからって、このウータイをこんなにしまってさ、何が言いたいんだい？ウータイをこんなひなびた観光地にしてよそ者にこびて、そんなんでいいのかよ、ダチャ王族も水神様に泣いてるよ。やれやれ、やっぱガキだな。なんだと？ユフィ、許してくれ。すべてわしの責任だ。何をおっしゃいます、ゴドウ様。戦に負け、ウータイをこのようにしてしまったのはわしなのだ。ゴドウ様、お前たちは黙っておれ。ユフィ、かつて戦に臨む前のわしも、今のお前と同じじゃった。だが戦に負け、考えた。強さとは相手を倒すためのものなのか、他者に対し見せつけるものなのかと。力を見せつける強者は強者を呼ぶ。それが戦になる。それでは神羅と同じではないか。お前がウータイのためマテリアを探しているのは分かっていた。だがわしが力を封じているのもまたウータイのためなのだ。今分かったぞ。必要なものは両方なのだ。志のない力では意味がない。力のない志ではそれも叶わぬ。ゴドウ様。そなたたち、ユフィを同行させてやってくれ。そなたたちは、志と力その二つを持っている。わかりました。娘さん、お預かりします。そういうことさ。俺は構わないよ。行け、ユフィ。ウータイに真の強さを根付かせるためにもな。親父、お前が戻るまでわしが故郷生を治める。行ってこい。そして生きて帰ってこい。当然だよ。イフィ、ちょっと待て。あの連中の持っているマテリアだ。戦いが終われば多分用済みになるんではないかな。親父、行ってこい。最後まで生き残れ。そして帰ってくるのだ。マテリアを持ってな。結局同じじゃねえか。当たり前よ。さすが親子。コマネチじゃねえ。おっしゃ。オッケー。じゃあ、とりあえずこれでね、ユフィのイベントもおしまいと。で、先ほど手に入れた、神羅万象、使いましょう。これで、ユフィのリミットは完璧。あとであれだな、レッドサーティにコスモメモリーも覚えさせないと。はい。さてでは、今回はここまでにしておきます。ではね、次回はゴールドソーサメに、行きたいと思います。というわけで、ファイナルファンタジー7実況プレイパート30、最後までご視聴いただきありがとうございました。次の動画でお待ちしております。それでは皆さんまで見てるなー。